どうも平成の仙台四郎です。本日笑顔咲く旅、伊達な旅、仙台宮城ポスト DC 開幕です。仙台宮城伊達な旅春キャンペーン2014開幕です。この春キャンペーンは昨年好評だった仙台宮城デスティネーションキャンペーンを受け、さらに県内各地の魅力を広くアピールし観光を浸透させようという位置づけで実施されるものなんです。6月に入りましたら山形県でデスティネーションキャンペーンの本番が始まります。私どもは宮城県に来ていただいたお客さんに、宮城県だけではなくて東北いろんなところに足を運んでいただきたいと思っておりまして、我々このキャンペーンを通じまして山形県のディスティネーションキャンペーンも応援をさせていただきたいというふうに思っています。また原発問題で大変大きな被害がありました福島県が来年ディスティネーションキャンペーンをやるということで、福島県もしっかり応援をしたいと思います。大勢の皆様に東北みんなに足を運んでいただけるよう、みんなで盛り上げてまいりましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。県境を越えてですね、東北が一体となって東北の魅力をですね、全国に向けて発信できるように皆様と共に努力してまいりたいと考えております。仙台宮城がまた東北全体がですね、観光で元気になれるよう笑顔で全国からいらっしゃるお客様をお迎えしたいと思います。共に前へ、みんなで共に歩んでまいろう。いざ、レイレイボー、レイレイボー、レイレイボー。東日本大震災で、甚大な被害を受けましたが、いろいろな方のご支援、どうかご協力をいただいて、やっとここまで、回復してきました。ぜひこの春のいい、とても綺麗な仙台宮城を見にですね、ぜひとも全国から、皆様、お越しいただければ、こちらのピンクのピンバッジをつけながらですね、皆様を、笑顔でおもてなしいたしますので、どうぞ仙台宮城へおいでください。今年も伊達なおもてなしで皆様のお越しをお待ちしております。